よどんよどんよどん。あ、ごめんなさい。放送倫理委員会さん、フォロー参加、あ、そう、現地で来たんだよ。フォロー参加ありがとうございます。周りは畑ですね。周りはね、畑の雑木林と畑ですね。ちょっと待ってね、音量がさ、音量下げるね。iPhone の、すごい使いづらいこれ。311配信してた。 3.11 2011年は配信してませんね。あの地震の時ですか。配信してませんよ。あの 3.11 のあのおかまさんですか。 3.11 の時のあのおかまさんの YouTube の動画、あれ私じゃないよ。はい、124万さん、こんばんは。現地で来たよ。配信はしてまでだよ。影で見える？中に人がいるように見え、ここからだとそう見える。見えます？ドアの影。木の影、人影、なんだなんだ、人影か。福島は不謹慎だから。そんなことないですよ。福島も行きますよ。ただね、福島はね、行きたい場所、クマの出没リストってあるんですよ、各自治体で。見てると、結構ね、福島はね、クマがね結構出てるんですよね。それがね怖くてね、物理的な怖さですか。2013年から横向きロッジというところがあるんですけどね、そこもねやっぱりね出るんだよな。猪苗代湖のあたりもクマが。怪しい影。福島も別に行けるんだけど、飼ってた動物も放置してる。2013年から見てる、ありがとう。木の影、木のシミ、あれ男大人さん、行かない。行くかもしれない、わからない。まだそこまでいないですよ、クマ。そこまでいない。いや、でもね、もうね、目撃の、ほら、その、市町村の、いつも市町村のさ、ホームページで行く前に調べるんだけどさ、出てましたよ。それでやめたんだよ。近づいてみようか。物理的にそう。で、冬になると今度、ほら、雪降るからさ、そうすると、原付なんで、それも物理的に、行けなくなるし、冬は冬で。またまた、何、またまた。そうなんだよね、どこにいるかも、そう、どこにいるかも確認できない状況なんだよね。それもね、あるからね。福島も行けなくもないんだけど、雪割り橋とかさ、あの辺りぐらいなら行けますよね。いつか行きたいな、近々。春先に行こうかな。雪割り橋かな、いわき市の方なんだけど、あの辺りは雪も降らないし、福島のほら、あの辺りなら全然行けるんだよね。ただ少し、中途半端に遠くてさ、遠征に行くにもさ、あの場所を遠征に行くにも、厳しくて、仕事を終えてから行くにも、多分家出て着くのがもう牛道時ぐらい、牛道時を過ぎるぐらいに着くぐらいになるからな。配信なんともね、福島はね、距離的にね、週末に行ける距離じゃないんですよね。かといって遠征に行くとなると、遠征になるとそこら辺の心霊スポットに行くから、そうすると福島はほら危ないからさ、遠征先にするにもちょっと厳しいし、週末行くにも厳しいし、
ちょうど福島は何だろうな、ちょうど何とも言えない福島の、ね、のところのね、生まれつき窯ですよ。何の建物、お窯だから度胸ある。何ね、ごめんなさい、コメント原付で行くよ。原付、原付、いわき市の方、そうで、いわき市の方はね、行けなくもないんだけど、何とも言えないそのね距離感なんですよね。原付なんで何とも言えないね、中途半端な距離っていうのも申し訳ないんですけど、その原付なんでね、原付しかないからさ、かといって電車で行くっていうのもあれだしな。生まれた時からおかまちゃんですよ。そうそう、人影を、人影を人が感じた。フォロー参加ありがとうございます。すいません、 X ビデオから飛んできました。ありがとうございます。あのあれでしょう、あの小田原のところじゃない、熊は。弓矢の滝だよな。フォロー参加ありがとうございます。キノコカリカリ、東北は熊出ます。正直被害出てるのはシャレになりません。そうなんで、最近特にニュースでさ、最近の熊はなんか人を食べるとかなんだとか、人を襲うことを覚えたとかさ、となんか本当になんかもうそういうニュース見るとさ、本当に怖くてさ、だからほら5月に行った時もさ、そこなるべく熊の出ないところを選んでさ、心霊スポット選んで配信したんだ。新潟とか長野とかのあたり、その目撃情報のないところの心霊スポット選んで、基本そうそう雑食、のんきを食べる。最近キックボード使わないね。キックボード昔ありましたね、忘れてました。もう使いません。関西に移住したい。人影ある、男はどうか女かわかまさい。今日熊、九州いいよね。配信中に熊に会ったことないよ。でも熊らしきのはあるけど、テンポ舐めて。キックボード小学生かな。そうそうそう、福島がもう少し近ければね。私がほら、あの私もうほとんど群馬なんですよね。ほぼもう群馬に住んでいるようなもんだから、あの地理的にもっと栃木のさ、宇都宮の方とかさ、茨城とかなら福島行けるんだけど、結構気軽には行けそうなんだけど、こんなもんかな。写真はあと中で写真撮るか。ちょっと待っててね、スマートフォンちょっと待っててね、持てないからポッケにしまうね。大丈夫ですよ。また女の声聞こえた？怖い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 、普通に怖い、怖い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 。よし、ここに来たら大丈夫だ。鹿
かもライトの調子も悪いし。よし。フォロー参加ありがとうございます。なんでもない、写真撮ってきたんだよ。怖いから街灯の下に来た。いやもうやだ、ごめんなさい。カメラ起動してた。ポッケからカメラ出すときに、わかんないで、ね、電車のボッシャッターを押してた。びっくりしたね、ごめんなさいね。すいません。申し訳ないです。いや、その、なんかポッケに、スマートフォンポッケにしまってさ、カメラ起動したままポッケにしまっててさ、今知らないで、あの、ほら、ポッケから出すときに、そのままシャッターのとこ押して出した。ごめんなさい。あ、ゆうちゃんお疲れ様でした。ゆうちゃんお疲れ様でした。ゆうちゃんお疲れ様でした。ちなみに来年もね、来年は千葉回りたいから、あのもしよろしければ千葉の情報もう今年からねお待ちしております。イギーさん、声何おかしい、お腹すいた、噛まれんじゃん。ちなみにね、そう、ゆうちゃん丸宮さんからね無事帰還されたそうです。お疲れ様でした。ちなみに来年末はね、来年末の今日、今年の年末年始は千葉回るので、どんなね小さい情報でもいいので、心霊のね情報あればあのお待ちしております。はい、もう来年の話。行きたいところたくさんあるのよ、あの千葉。まだまだ配信してないところたくさんあるの。車来た？そう、猿尾トンネルとかご存知ですか？話変わりますけど、今写真ツイートするので少々お待ちください。今日終わり？まだまだ市川あるかな。そう、八鶴湖、八鶴湖もそうなんだよね。私まだ八鶴湖配信したことないんだ。八鶴湖も千葉なんだよね。千葉多いんだよね。来年もやるよ。あと調べたらさ、あとあれ、蓮沼海浜公園も心霊スポットなんでしょ。あと宮島池浸水公園とかさ、東条城跡とかさ、八鶴湖とかさ、おじゃが池はあれだけど、東金ダムとかさ、犬殺しの坂とかさ、猿を飛んでるとかさ、一度も廃止したことないよ。まだいっぱいいっぱいあるんだよ。長良ダム、長柄ダムとかさ、なんとか軍の調整軍のトンネル軍とかさ、荒木根ダムとかさ、全然めちゃめちゃいっぱいあるんだよ、廃止してないところ。里見公園も廃止したことないですね。でも有名ですよね。外人墓地もやばい、めちゃくちゃ多いんだよ。自分こうほらこういう感じでいろいろ回ろうと思ったんだけど、こう見てたらさ、まだまだいっぱい行ってないとこいっぱいあるからさ、あのどこ行こうかどこ行こうかって結局迷うからね、行くのやめたんですよ。だからね、時間なくてね、決められなくてね。ゆうちゃん、ジミーちゃんのおしし持ってきてよ。東京クリスカまだ学校でよ、八角湖って読むんだ。八角湖なんだ。矢柱も行ったことないね。あ、旭市の倉橋、慰霊の森、内陸にも行きますよ。あれ内房でしょ、富津とか清水とか。里見公園有名、里見公園もないね。そう、矢柱、いや、そう、八角湖か。そんな感じで、ちょっと写真の、今あのトイレの写真撮りましたんで、ツイートしますので少々お待ちください。ツイートします。忘れてた、今の心霊写真のツイートするんで少々お待ちください。慰霊の森、音わかんない。私慰霊の森配信したことない。あ、内陸ってのあれか、千葉じゃなくて、何、内陸って何、なんかさ気配感じるんだけど、気のせいだよね。
今写真載せちゃいますね、撮ってきたやつ。発展場、発展もいる、里見公園いないよ。もう今発展はね、もう今絶滅してるから。たたり木もありますよね。六甲山の牧場の噂、牧場の噂、ファミレス、ファミマのおすすめ。昨日も警戒したかったよね。レーダーをしてみた。あ、お疲れ。349番さん、ありがとうございます。今写真載せるのでお待ちください。1番、2番、明日そうだよ、ゆいちゃんそうだよ、遠征おしまいだよ。ゆうちゃんは何、ゆうちゃんは心霊配信は今回お正月したの。あ、さくらの幽霊屋敷は知らない。六甲山の牧場はそうなんだ、周知厳しいか。なんかわかんないけど数字、あ、数字が、あ、愛知になっちゃった。里見公園近所、エクスペリアでコメント読んでるよ。ここ居眠り、オッケー。移動してからやる、最悪。放送元見てありがとうございます。北前進するバーサー向かってきます。え、みんなネットで発展してんの今。アプリとか、若い子はアプリとか、ツイッターの DM とか、若い子はね、だいたいアプリか DM とか、あとミクシーとか、若い子は、若い子つっても、まあ、10代、20代、30代、40代、50代は分かんないけど、公園にいるのはおじいちゃんしかいないよ。しかも冬はね、誰もいないよ、冬なんて、寒くて、死んじゃうよ。夏。へえ。たーちゃんさんどうも。里見公園か。へえ。どうですか？写真どうです？今写真載せたんだけど、なんか嫌な感じの写真ありました？そんな別にないですよね。牧場気になる？どうだろうか。一応4枚バケタンス、あ、バケタンスするか。写真一応ね、4枚ぐらい、5枚載せたのかな、写真今ツイート。あ、そうなの。千葉たくさんあるんですよ。だいたい千葉の有名どころはまあ回りましたから、次はあのそんなに有名じゃないようなこういう七つ池とかさ、あのちょっと B級臭い、なんだろう、雰囲気的に、神田湖と、あの金山ダムとかそういうの以外でさ。そうそう、昼間に普通に牧場に行ってみる。あ、謎の写真怖くないですか、1枚撮れたの。あれ、同じ写真載せてんじゃん、4番と同じ写真じゃん、これ。今気づいたけど4番と3番が同じなんだけど、4番削除しよう、いらないや。番は番は、はい。こんなもんかな。どうですか、ツイートなんかあります？千葉は怖いところ多いね、多い気もする。知れば知るほど多い気がする。一番トンネル広い、千葉一番広いぐらい。千葉怖いところ、千葉って関東の中では一番広いぐらい。あ、そうなんだ。 B 級はもうバラトンネル、我が身の大中行けと、そっから昭和の盛り上がる山道。へえ、細
細けいこと、細けいことはいいの、謎の写真いっぱい、そう、こういうことなんだ、そう、そう、眠たい、千葉は行き止まりだから霊が滞留する、いい、初めて聞いた、千葉は行き止まりだから霊が滞留する、そう言われてみたらそんな気もしなくもないね、もう下の方に行けばね、場所ないからね、海しかないからね、謎の写真さ、なんか怖くないですか、顔いっぱいある、ちょっと待ってね、はい、謎の写真は中心に顔いっぱい、個人的な方は千葉八王子の方が怖い気がする、あーどちらも怖いよな、八王子も怖いしな、確かにね、千葉は茨城は例のバス吹きだまり、バスウェイ福田メリってバスウェイの、バスウェイのママじゃないんだからさ、バスウェイ、うん、豊島の霊が多い、豊島の霊、バスウェイのママ、バスウェイのママじゃないんだからさ、豊島の女性多いんだ、梅田の地下、あ、検証してみる、梅田の地下、僕は翔平さんがよく行くところかな、寝ないで、眠ってたからバケダンして、稲川淳二の NPO の家は京成中山狭山市の幽霊屋敷ってまだありますよ、んんん、幽霊屋敷行ってこない、相模原の幽霊屋敷は行ってこないよ、相模、あ、幽霊屋敷は行きませんでした、あ、って見たな、でも幽霊屋敷でも中には入れませんでしたね、ヤクザの霊は怖いな、寝たら穴にフランクがカチャカチャ、めっちゃ動いたな、ん？めっちゃ静かだな、そうね、よし行こう、なんかさ、あーギガシャキだ、ギガシャキ買うの忘れてた、ギガシャキ、ギガシャキ、ギガギガ、気持ちでギガシャキ飲んだつもりになるか、ライトつかない、住宅街の中、住宅街の中には見えないけどな、これ何もないよ、これ、これ今日眠気はあります、精神病院、ブーブーってさ、あのバイブレーションの音、霊能力者の、あ、仲間から運べていくと思う、霊能力者の霊は仲間から、へえ、まもなく前方方向から、ギガシャクの味すごいよ、本当のお薬の味、外にいる時間が長そう、年末年始はそうなるよね、チルダ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 、フォロー参加ありがとうございます、前見ろ、おい子供危ないぞ、前見ろ、ほいほい、ありがとうございます、星がものすごく綺麗、千葉、これ謎、これがおトイレです、写真載せたんですけど、お腹かゆいな、お薬はバイクか、本当に車通らないでしょう、タラちゃん来たの、タラちゃん、ダイちゃんは坊主ののんけくん好きだよ、またそう、ダメ、そういう話しないで、もう私もそういう話に乗っちゃうからさ、おトイレ、こことおトイレ怖いよ、確かにね、不気味な場所多いです。
あ、ゆうちゃん、丸宮さんのノートに似顔絵を描いたから今度見てね。ありがとう。見ますよ。見るよ、見るよ。ありがとう。私はリカちゃん人形だよ。まもなく拳銃乱射するヤクザの霊、普通に死んでそう。人の汚い部分もたくさん飲み込んできたトイレ。まあね、周り見てみようか、どんな感じか。見たいね。丸宮さん見に行こう。丸宮さん行こう。うち丸宮さん近いんだ。手入れされてない石碑。おトイレ、後でおトイレする。オカマになった理由？オカマになった理由はね、知らないよ。生まれつきだからね。なんだろうな、なんで、どうして女性に生まれてきたのか、なんであなたは女性に生まれてきたのかとか、男性、それと同じ。わからない。なんでかわからない。神様が決めたんだよ。ここにも石碑がある。低い音聞こえる？なんか音、低い音聞こえる？全然わかんないよ。私は先天性だからね。そういうのないのか、そういうのもないのかな、あるのかな。そうそうそう。こすれてる音？今いる場所？場所何にする？今いる場所はね、千葉県の銚子にあるんだよ、ここは。銚子のね、七つ池。おならしてないよ。今なんか変なの踏んだ。ボコボコって変な音したね。のんぐりみたいなやつ。まもなく。お姉じゃないけど、でも後天性でもあるんですよね、意外と。もともとは女性が好きで、その調子もある。後天性っていうのかな、よくわかんないけど、もともとでも好きな部分あったのかな。そういう人もいるらしいよ。ちょっとこの道を先歩いてみようか。トイレのね、このある道をなんだけど。自分鳴らしたタイミングなのかな。バケダンするよ。バケダン打ち水時にしようよ。目覚めたきゃいい。わからない。そこはね、専門家じゃないからわからない、私は。よし。門系からの組合。あ、その辺から下降りられるんだ。おお、情報提供ありがとうございます。詳しいですね、リスナーさん。今幸せに暮らしてますか。下降りられるみたいですね。歩いてみ、少し歩いてみますか。そしたらね。池を取る。池を移そう。あ、取るか。幸せならいいよね。本当に何もない闇です。なぜ私はお構ってもわからない。大ちゃん素敵、ありがとうございます。なんか本当に昔の弓道、いわゆる弓道、ここは弓道になるのかな、弓道。やだん、やん、やん、何あれ、やん。ミーコ、ミーコだ、やん。ミーコ、違うじゃん。何よこれ。やだ、もうやめてよ、もう。缶チューハイじゃない。やん。なんだ、アサヒビールか。ミーコかと思ったじゃん。アサヒビールだ。もうミーコなんか目が光ってるのかと思った。誰、カンカン枝に刺した人。誰、自首して。なんでって、わざわざご丁寧に。わざわざそこまでするの、普通にゴミ箱に捨てようよ。ハニートラップだよね、アサヒトラップだわ。アサヒトラップ。うわ、ガードレールが途中で切れてる。
朝日ビール。缶チューハイだって怖いんだもん。だって光るからさ、何かが光ってるんですよね。みこちゃんかなと思ったんだけど、猫ちゃん。そしたら朝日ビールが枝に刺さってた。ピーコ、すまん。何が？ドラミーコ。そう、ドラミーコ。泊まり気味か。いやいや、それはこちらですね。結構ゴミが多いなこれ。あ、電波悪いぞこれ。あ、降りられる。下行けるんだこれ。いやー、いやー、もう何、もうこれなんで。はい、目印みたいだねこれ。何かの目印にしてるんじゃない。ほら、何の目印これ。え、やだこれ。これもしかして危ない系。危ない系っていうのもおかしいけど、表現これ危ない系なのかな。え、嘘、大丈夫。あれ系かな、あのあれ、電柱にビニールテープが巻かれてる的な、大阪の伝説の番組探偵ナイトスコープのそれ系かな。忍たまラーメン食べた。忍たまラーメン食べましたよ、もちろん。欲しくて地元にも食べないけど特にない。儀式やだ、怖いじゃない。千葉にあるのかな。カマトラ、たくさんニンニク入れた。ニンニク知らない私。ニンニク入れられるの知りませんでした。だからニンニク入れてない。最初のやつしか入れてない。もともとのニンニク少し入ってたやつしか。木が腐らないように。皆さん、探偵ナイトスクープのさ、スクープだよね、知ってますか。探偵ナイトスクープの、あのビニールテープの、やだ何これ、やだこれ、やだ、なんだ、キャベツか、キャベツだ、なんだ、ならいいや。もう怖いよね、もうやだ、ライト消える。なんか大きいインコが死んでるのかと思った。インコ、緑色のインコが、なんでもない、インコかと思った。キャベツでした。あー怖い、やだ、ここゴミ多いんだけど。なんか野菜はね、落ちててもおかしくない。お茄子とか落ちてるし、普通になぜか、キュウリが落ちててもおかしくないの。キュウリもあるし、落ちてるし、なぜか。キャベツでした。なんか大きいインコが死んでるのかと。やだもう怖いよ、やだもう。やん、ライト消えた、もうやだ。これさ、これ怖いよ、これ勘弁してくれよ。これなんだよこれ。誰かがなんでここにさ、服かけるのよ、ここに。誰の服これ、なんでここに服かけるのこれ。やめて、もう服かけるの。いやー、ライト消えた。やだここ。でも物理的にここ怖いんだけど。怖いよ、でも行くけどさ。やだ怖いね、引き返す。怖くなってきちゃった。やだもう、やだ怖いんだけど。いやー、何今の、もうやだ、もうやだ、もう鳥怖い。鳥でしょ今の。もう怖い、鳥さんも怖いよね。ごめんなさいね、もう。
もう分かった、怖い、もうやだ、怖いよ。行き止まりじゃない、いやもう行き止まりなのこれ、行き止まりだよこれ、この先もうこの子行き止まりじゃないこれ、いやもう行き止まりじゃないこれ、なんでここまで来て行き止まりなのよ。何あるのこの先に、教えて。あ、釣れるところがあるんだ、へえ。狭っ、何これ、へえ。ああここで釣れるんだ、それで穴場なんだねここがね、へえ。まあ写真撮るか、せっかくだから。よいしょ、へえ、ここで釣れるんだ、穴場なんだねここがね、へえ。あここで釣るんだね、へえ。いやーもうやだ怖い、これがは何これ、ここが七つ池、あまり水は綺麗じゃないね、こうなってるんだ、へえ。なんかあそこに釣るんでしょうか、あそこで落ちそうで怖いよね、なんか匂いもあんまいい匂いしないな、あんま綺麗じゃないんだな。へえ、ここでバケタンする？あそこまでどうやって、あそこまでって何？わかんない、どうやって行くんだろうね、船かなんかで行くんじゃない、行けないもんね、だってね、それが遠回りしてあの 上に上がれるんじゃない。バケタンしてもらうか、ここでどこでバケタンしてみよう、わかったわかったから、大絶叫な、大絶叫、わかったわかったよ、わかったわかった、ごめんね、バケタンね、ああベトベターってポケモンか、いきます。これが、初見さんにね、これバケタンというアプリでして幽霊探知機になります。こういう感じで iPhone のアプリです、バケタンゴーストレーダー、幽霊探知をします、ポチで、こうやって左の青が安全、右の赤が危険で、バケタンしてみます。これ湖にの方なんで、じゃあバケタンしてみます、赤出るかな、ポティッとな、ピュッ、あら、ここ安全です、非常に安全、鳥さん起きちゃった、非常に安全ってことですね、全くもって問題ないそうです、安心しました、ある意味安心しました、いいじゃない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 ね、リスナーさんね、初見さんもね。うわーでもここガチだわな、一人じゃ無理だなここは、いやーもう出てー、鳥か、カエルかな、そろそろ場所変えるかね、長居は無用だ、よし、あ怖い怖い、青はレア、青はレアです、向こう側って何、同じだよ、濁ってるよね、定点、お魚さんいない、見えませんでした、濁ってるお水、なんかなんでここまでゴミ捨てるんだろうね、家でゴミ捨てられないのかな、お魚さんいないよ、見えなかった、寝てるんじゃないかな、怖っ、超怖い、ここめちゃくちゃ怖い、こんな普通に怖い、てか無理だこれ一人、きついな、これは無理だ、何往復もできる場所じゃないここは、一度きり
で十分だ。ケロは寝てる？帰る？これは怖い。これ怖いよな、いきなりあったらな。樹海みたいだよね。誰かが服を忘れたんだよな、釣りの人かな。人の往来はありそうです。あの釣り、あの酒で釣りするんでしょうね。まあまあ道、ここまで大きい道ですからね、もうね、ここは。それでも獣道だけど、獣道ではあるが、言ってくれたのにありがとうございます。来年も千葉楽しみですね。今年も千葉楽しみですね。今年の年末年始の千葉どこ行こうかな。これキャベツ、キャベツ落ちてる。のんけの服かもしれない。フォロー参加ありがとうございます。わら人形はきついな。じさんの服、ここは私、ほら私よくさ橋をさ何往復もするじゃない。ここはね一往復でしか無理。二往復とか厳しいわ。本当に厳しい場所ここ。本当に人の気配もないし、街灯もゼロで、ゴミがたくさん捨ててあるし、ここはなんか空気の嫌な場所だな。自分霊感ないけどなんか嫌だ。化けたんでは神様が出ると出たけど、年末まであと第一年。うん、来年はね、今年か、今年の年末かはね、もう千葉をメインで回ります。もう決めてあるんだそれは。そんなに、そんなに怖い。いやいや、もう無理、もう無理、行けない。あ、神奈川にも行きたいな。いや神奈川さ、神奈川はねシルバーウィーク、ゴールデンウィークに行こうかな。千葉はね暖かいからね、あの房総半島はね、基本千葉はさ関東の中でも一番暖かいでしょ、房総半島。わ、これ何、見てこれ何、これ何、これいいの、これ何なの、これ闇が深い感じする。有名なネズミの巣、もう一度化けた。これなんで、これどうして、理由は。フォロー参加ありがとうございます。なんでこんな風にたくさんあるの、これが。見ています、あなたの行動。ポイ捨てよ、ポイ捨てはしないよ。やだ、何これ、見て見て、この先何あるの。急に雑木林が終わりました、ここで。やだ、何、教えて、何、怖い。あ、ここに出るんだ、この道に出るんだ。はあ、はあ、あ、そうなんだ。あ、ここに出るんだ。去年私ここら辺で迷子になった記憶ある。なんとずっとキャベツ畑だからさ、お大根か、お大根か、あれ奥キャベツで、あ、ここおだ、あれお大根キャベツじゃないの。たじみからお帰りなさい。あれお大根、おいしそう、大好きお大根。たじみ、あ、たじみのリスナーさん申し訳ありませんでした。たじみのリスナーさんも含めていつもありがとうございます。野菜泥棒に間違えられるかもしれない。デーコン、デーコン、キャベツはね、なんかタヌキか何かがサイズ小さいから加えてさ食べようとしたんじゃない。人が来てそのまま放置したとかさ。たじみからまやさんお帰りなさい。お大根美味しいよね、大好き。
お大根のサラダとか特に大好き。鈴木大根太いの好き、うん、あの冬はさおでんでさお大根美味しいですよね。お味噌汁にもお大根合いますよね。煮るのも煮物も美味しいし、鳥よけのかかしみたいなもん。そうなのかな、四国おすすめ。怖い、怖いよね鳥よけ。あ、鳥よけか、鳥。ああ、そうか。もう私もうここでさよならです。これはもう来ない。ここは怖い。まあもう無理無理、ここ気持ち悪い。私の肌には私には合わない。ここ写真撮って終わりにしよう。ここ、ああ、もう無理、いけない。お大根美味しいよね。牛水溶きに入ったバケタン。あ、じゃあバケタン、これからじゃあトイレに牛水溶き筋入れましょう。お葉大根、鳥よけか。トイレでバケタンしよう。怖い、ここは特に怖かった。この道はぜひあの一人でいらしてください、あのリスナーさん。めちゃめちゃ怖いから誰も来ないよね。トイレバケタンしよっか。じゃあ今年、あ、梅宮達夫さんありがとうございます。あの今年もよろしくお願いいたします。あ、あのトイレまた行く。あ、なんだか抜けちゃうんだけど、これすぐ。一人で行けないよね普通にね。まあ好きな人は行けるんだろうけど。よし、あ、フォロー参加ありがとうございます。すいません。よし、キャベツ落ちてたね。ここはきついな。どうした、大丈夫よ。距離はきつい。私すごいの？なんで？配信中寒いのに今のところ大丈夫ですね。続けて配信してますね、休みなしで。さっきの運転でほら枠切りましたよね。あのほら枠移動の時に、あの時トイレしたぐらいかな。さっきあの岬で。おトイレして、そのままでも続けて配信してますからね。トイレしてませんね。臭そう。何何何が深夜のトイレ。ほんと真っ暗、ほんと真っ暗だもん。ここでさね、えいろいろあるよね。はぁ、ジミーイラハラさん、こんばんは、ありがとうございます。初めて、ここはね初めてじゃないんだが2回目なんですよね。だからね、感覚的にはあの初めてみたいな感覚ですね。魔人さん、ご電話ありがとうございます。ごまかしてないよ、ごまかしてないよ。ジミーちゃんどうも、おかえりなさい。お疲れ様でした。あれ、インタマラーメン特盛り、たくさん食べる人は素敵ですよね。惚れるな。目の前から誰かが、ゆうちゃんもそうだし、たくさんね食べる人はね素敵ですよね。大食いの人は爪噛む癖治んない。あれね、どうなんだろうね。精神的なあれなんじゃない、確かあれは精神的なさ。声変わらないの、声変わらないの、変わらないの、この野郎、あえぐな。リスナーとのひいき、ひいきないよ。あ、そしたらリア突に、もし私のタイプなら声変わる。あ、あ、枝豆さんどうもってあ、ジョンさんどうもって、あの私もう私のタイプなら声変わる。タイプじゃなかったら
あのスルーするとか、ごめん小手半、嘘冗談冗談、スルーしないよ、スルーしないしない。月見えるよ、あと5分か。よし、次は取るか。んもしね、好きならにゃんさんこんばんはって、ゆうちゃんおはようございます、ジミちゃんこんばんは、ん梅宮さんこんばんはって。だって顔知ってるとどうしてもそんな人間だから、人間ですからさ、人間開きになるわけじゃないけどさ、ね、理想は平等だよね、平等はね、理想はね平等ね。いやもうびっくりした、なんでもない、気のせいだ。理想と現実あるじゃない、はあ、そう、うん、何踏んだの今、どんぐり、格差社会、差が、ズベコの差が、平等ね、まあ理想だけどね、平等は理想だよね、その気持ちをなくしたらダメよね。あ、来た、牛水時にバケタンするか、じゃあ次バクでいじけてやる。タイプじゃないでご提案読む、全然読むよ、普通に読むよ、リカちゃんすぎて。私は女だから無理ですね。あ、女性でも関係ない、男性でも、あ、全然ほら、神取忍さんみたいな人好きですし、ライオネス飛鳥さんとか、ダンプ松本さんとか、もしリアトスさんでね、それで、あ、いや、いらっしゃいって、ニャスさんいらっしゃいって、優しいから、おトイレなんか、あ、どうです、あ、次枠取るか、次枠取りましょう、ストライクゾーン大きいから、そう、誰、よいしょ、バケタンは次枠で、牛蜜時で、よし、今でも使えるおトイレですよ、きちんとお掃除もされてるそうみたいです。ほぼクリーチャー、何ほぼクリーチャーって。あとイケメンのさ、プロレスラーってさ、どなたがいますか、ちなみに。イケメン、あの人も好きだな、ソフトボールのさ、キャッチャーの人も好きだな、ピッチャーか、ソフトボールのピッチャーでオリンピックでメダル取った人も好きだな。ジミーちゃん嫉妬しても無理。あとあの人も好き、女子柔道の、無差別の、あ、女子レスリングも好きだな、上野さんとか好き。あ、ゆうちゃんお疲れ様でした、上野由紀子さんとか、そう、あと女子の、重量級の人とかも好きだな、あの笑顔の可愛い人、お疲れ様でした、ありがとうございました。